はい、本日はこちらソニーの MDP-A30 ということで、レーザーディスクの、デッキの方を紹介及び修理の方していきます。破格のジャンクということで、こちらの方ですね、ハードオフでもう本当に安い値段で購入できました。店によって高かったり安かったりなんかバラバラなんでちょっと困惑はあるんですけど、まあこちらの方ですね、かなり安かったのでもう速攻、手に取ってですね、カウンター持っていって購入してきました。なのでこちらの方ですね、もうすぐに紹介したいなと思って今撮影してるんですけど、楽しみで今からですねやっていきたいなと思います。はい、それでは今から行きます。こちらの方がですね、レーザーディスクになります。ソニーのレーザーディスクの定番なんですけど、まあ形違いがですね非常に多くて、私もこういう型のやつも何回か扱ってるんですけど、微妙なですね、マイナーチェンジが行われている、デッキになります。うん、でこれはですね、こういうふうに上下動いてトレイが出てくると、ハードオフで、値札を見ると330円で売っていました。傷もですね比較的少なくて、動作の方なんですが通電しますがすぐに電源落ちますということで、こちらですねジャンクで安かったと。で傷の方もあるんですけど大きな深い傷はなくて、でこの白いやつはこれ傷かなと思ったんですけど、チョークみたいな感じでサッサッサッとやれば取れるような感じなので、これが傷として、まあ、おそらく扱われていたんじゃないかなと。まあそう考えたらですね、全然傷が、大きな傷もなく、状態としては比較的ジャンクとしてはいい部類かなという感じです。発売が1995年の2月ということで、まあ20年以上前のデッキになります。かなり古いデッキかなというとこですね。うん、でもこのシールとかいいですよね、これ。ソニーの、ソニーとかいうやつね。うん。で、こちらの方は FL ディスプレイのオンオフとか、LD クイックスタート。これはもしかしたら LD を高速に起動するためのものかなというところと、あとイヤホンですね。で、見た感じ、カラオケの機能は全然ないので、好感度持ってますね。うん、私カラオケの機能はもういらないかなと思ってるので、とはいえ、ここマイクありますね。これがカラオケの機能ですね。ちょこっとあります。で、このつまみですね。なんかすごい複雑で、この下側のつまみと上のつまみってこう、別々で動くんですけど、この下側がエコー。マイクを挿して歌うとですね、日々、エコーが効いてくるんですね。で、上の方はマイクの音量になってます。非常にですね、こう、場所を取らない設計になっていますね。で、再生停止とか、あと A 面 B 面。これがいいですね。A 面 B 面を切り替えれる機能もあります。で、早送り巻き戻し。あ、ここにディスプレイ横にありますね。で、シアターモード。これちょっとどんなんやろな。で、気になるのはこの、早見続きっていうのがあるんですけど、続きっていうのはおそらく前回、再生した時の停止位置をなんか覚えてて、もしかしたらその続きから見れるんかなと。まあ、そんなメモリー機能みたいなのが、こちらの方ですね、搭載されているんではないかな、というところです。うん。はい、ちょっと裏面いきます。はい、裏面の方を、よいしょ。こちらの方はですね、メイドイン多分ジャパンですね、木更津工場で作った、デッキになっています。で、ラインアウト12、 S 映像出力も12あって、でデジタル出力と、でコントロール端子でアッテネーターみたいな入出力端子ですね。今から電源を入れて起動確認をしていきます。電源オンで、全く反応がない状態です。じゃあ電源入れていきます。オン。はい、ディスプレイは非常に良好ですね。ウィンって言いましたね。で、あ、落ちた。あ、こういうことか。
で、ないって終わり。ないで落ちる感じになってます。はい。で、ディスプレイの方はどんな感じかというと、反応はめちゃめちゃあって、で、閉じるって出てますね、ここ。閉じる、点、点、点って。光、点滅してます。で、落ちると。まあ、そんな具合ですね。なので、こちらですね、通電しますが、すぐに電源落ちますということになっています。はい、ということでこちらですね、早速開けていこうかなと思います。じゃあ電源切りまして、こちら左右2箇所、後ろが1箇所2箇所、こっちはないですね。はい、じゃあ開けていきます。開けた形跡はなさげ。開けた形跡あるかな。どうやろう。あっ、やってもうた。今ので壊れたかな。よし、テンション下げたらな。それでは今から開けていきます。いつものやつをいきます。開封の儀。ちょっとこの状態で電源入れていきましょうか。もしかしたらウィッっていうのも手を加えてやるとですね、治る可能性もあるので、上行かない、上行かない、ここね、上行かなかったですね今。あ、落ちた。これが上に行かないんですよね。うん、まあこれはですね、ここ、この辺を取りまして、ちょっと一回外してみましょうか。なんかそれだけの問題のような気がしてきましたんで、これが上がらないっていうことですね。お、簡単に取れるかな、また取れへん。どう、おお、動機が取れてなかったんか。なんか、ああ、あ、取れた。うわ、これが、ああ、こんなんがあって、これがこうなってたんですよ。こうなって、でもこれってここちゃうかな。あ、ここやな。ここ、これでいいんちゃう。うん、だから多分これの同期のような気がするな。ちょっと閉まってみましょうか。あ、閉まらへん。なんで？いや、なんかいいとこまで行ってるんですけど、これ、え？どういう仕組みなの？うん、なんかどうなってんのかな。と、向こう行かへんのな。はい、ちょっとわからないので、まずこの前面パネルを取っていきます。あ、こうか、こうやってこうや。はい、取れました。よし、これ簡単に取れたな。こういう感じで、こう開いたりすると、こうですね。ここにバネがあって、これだけの動作なんですよ、これは。うん。
原因が分かんないので、かなりシンプルではあるんですけど原因が全然分かんない。でここですね、モーター駆動用があって、特にここは動機もクソもないんですけど、最後クローズっていう多分スイッチが入らないといけないのかなと、下にあるのかなと思うんで取っていきます。そうで取れない。ああ取れた、はい取れたけど動かない。フラットケーブルだらけになってますね。ちょっとこのケーブル外しましょうか。クローズの合図はどこでやってるかなんですよね。滑ってますよね。ちょっとこれ取ってみましょうか。これもしかして、これでもいった、あこっち、これがなんか滑ってるっぽいんですよね。ゴンベルトじゃないこのタイプで滑るんですね。滑るんです。問題なさげ。滑るわけがないんやけどな。これずっとまだ動き続けてるんですけど、どっかでエンドがかからないといけないんですよね。これ結構面白い機構ですね。ここ U の字になってて、A 面 B 面を切り替えるタイプになっています。この一つのこのレンズでこう下向いてるときは A 面、上向いてるときは B 面みたいな、そんな役割を果たしてくれるレンズになってます。どこでやってるか、これ何やろな、このこれ関係なさそうやしな。これがこう来てで、ガチャッと入りました。ガチャッと来てて、ガチャッと来てるんだけど、でもこれおかしいのは、この高さで LD が入ったら、ああ、円か。これは上下にこう動かないんですよね。完全固定になってて、で、入ってきます。で、レーザーディスクを回そうとしたら、こんな状態で回らへんし、なんか、これやったら回る。こんな状態でこれ回るとは思えないし、なんか、かすれてますもんね。なんか当たって。この辺に原因がありそうですね。一個分かったのは、これですね。これが、トレーが閉まったらおそらく、これがギューッと下に行くんだと思うんですけど、前にもちょっと見たことあるんですけど、これが奥まで行ったら、これがですね、下に沈んでいかないといけないですね。だけど、この状態であれば、沈むスペースがないんですよね。やっぱりもっと奥まで、こちらの方が行く必要があるんですね。ただ、これ奥まで行かない。なぜかって言ったら、おそらくこのトレーが、下がれないんですよね、これ。本当はこれの方が上に来ないといけないはずなんですけど、下に折ると。な、これ、下に下がらないですよね。トレイを一回も取ってしまいましょうか。トレイを取ろうと思うと、これ。この左右にあるこれを取り外す必要があると。トレイが抜ける。今、見といてくださいね。上げていきますね。ずっと上がると、ここ動いていきますよね。で、これでマックス。上げて、下げて。これで終わり。下がる。で、ここ、上がるタイミングが多分、こう、あ、こうですね。
同期をちゃんとすれば多分大丈夫じゃないかなと。この段階で取り入れたらどうやろう。ガッシャッとトレインが入ると、これ下にこれ以上いかない。今見てるとですね、動きはこんな感じで、これが今ストップで、オープンしますね。オープンでクローズ。これ横を見てもらうとちゃんと行ってるんですよ。でクローズ、なんかちゃんと行ってるっぽいんですね。潰れてなさそうな感じがするんですね。トレイもとりあえず取り出しの機構は動いてますし、でもなんでこれがガタガタガタっていうか、このトレイをちょっとはめていきますね。このトレイを トレイをはめますね。で、ちょっと待って、オープン。こんな感じになるんですよ。で、なんか今もおかしな感じになっとると。こういう現象なんですね。おそらく、ちょっと私気づいたんですけど、このトレイが入った時に、これがおかしいんですよ。これのなんか位置がおかしいから、トレイが下がらない、じゃないかなと。ちょっと予測してまして、ここまで来た時に、これ、なんか変な、この噛み方してますし、これ絶対おかしいんですよね、これ。仮にですね、ディスクが入るとしたら、ディスク乗っからないですよね、これね。やっぱおかしいんですよね。だから、多分、これがね、違うんじゃないかなと思ってます。これが変。これね、取れるんかな。トレイが閉まると同時に、こいつも閉まるんですよ。で、閉まった時に、こいつに、この上の部分が引っかかってないといけないんじゃないかなと思ってます。でないと、これディスクを押さえる部分って、おそらく、この下だと思うんですよ。だから、これがここにいてるのがおかしい。っていうことかなと思います。これちょっと取れるんちゃうかな、これ。ちょっと一回取っていきましょうか。取れるんちゃうかな。あれ？取れましたね。取れましたね。びっくりした。やっぱり取れた。これやな。これがこうくっついてたんですよ。あ、また、あ、めっちゃ強い。ここの磁石が、すっごい、うわ、べったべたよ、これ。ここの磁石がですね、べちゃべちゃなんですよ。だから、ここにめちゃーっとくっついて、取れない状態になっていましたね。だから、それがですね、一つ、原因ですね。だから、ちょっとこれ、ここは綺麗に、磨いていこうかなと思います。で、これを取った上で、再度、多分セッティングすれば、多分 LD ちゃんと乗っかるんじゃないかなと思います。これが、ものすごい汚い。これがですね、これがくっついてたんか。いやー、これ、わかんなかったですね、最初。こうなんか、鼻くそみたいな感じで、伸びる、このボンドみたいなのがついてますね。これ、なんかこう、ギトギトについてますね。クリーナーで落としていこうか。エタノールをちょっと使って、取っていきます。それで汚れは、多分取れて、うまく流れるようになるかなと思います。なんか、ねちゃり度合いが
ちょっとマシになってきましたね、うん、すごいくっつくんですよねこれ。ものすごい強いあの磁石ですねこれ。この磁石は、こんなこれを多分ここに入るんじゃないかなと思っていて、ちょっと一回この状態でトレイを入れてちゃんとなんか動きが良くなるか見ていきましょうか。あ、いた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 、行きましたね。うん、ノーディスク。うん、ちょっとこれでディスクを乗してなんかこう何らかの認識するかどうかですね。ちょっとこれを、いや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 、はい、で再生、あ、再生してますね。多分これちゃんと安定したら再生しますね。かなりいい感じじゃないですか。再生まで見えましたね。これをはめてですね、戻していったらいいんですよきっと。だけど先ほど撮ってるところからだいたい3ヶ月ぐらい経ってて、正直この取り外したこのネジとか全然どうやってついてるか覚えてないんですよ。だからおそらくこれをつけたら治るはずなんですよけどどうやって取り付けたらいいか正直覚えてないですね。こういう感じで多分こいつを引っ掛けなあかんねんな。こうや、絶対こうで、この間にこう立って、で、こいつが、こうなんねんで。絶対こうやな。絶対こうやわ。はい。絶対こうですね。間違いなくこう。お!んで、とりあえず、ネジ止めとこうか。ここもネジ止めときますね。ちょっとまあ一旦これで、再生がうまくいくかですね、見ていきたいと思います。で、あーなんかちょっと怖いな、大丈夫かいな、あれ、下がらへん、あれ、なんでこれがなんか動かないといけないんですよ。全然動いてない。これがどこにおらなあかんかやな。お、これでこれでいいんちゃうかな。レールにここはめて同期を取ったんですね。さっきはレールにはまってなかったんで、おそらくこの開閉と同時にこの、連動してこいつが動くようになるんじゃないかなというちょっと淡い期待ですね。あ、なんか、あー同期取れてないか。これがガタンとなんねんな。まずいか、これがガタンとなる。これでなんか馴染んできたからいけたかもしれないですね。馴染み度合いが必要やったかな。ちょっと一回はい、こんな感じで、
かちょっといけてるような気がしますね。もうちょっとなじませていきましょうか。トレー出していきます。多分このガタンっていうのはここの磁石、先ほどの磁石が強力すぎて、あれが離れる時にですね振動になってるというのがおそらくこれの現象です。こういうで、ここをもうちょっと締めてももう今は多分いけるかなと、多分馴染んでるんで多分大丈夫だと思うんですけど、はい、うん、馴染んでますよね。おそらくそこの馴染みが弱かったから、もうくっついてしまうんですね。なのでレーザーディスクがトレーが開かなくなっていたというところで、ここですね、シリコングリスをまあ塗ろうかなと思うんですけど、一旦ちゃんと再生するかもう一度見ていきたいと思います。再生はしてる感じですね。テレビに、映していきたいと思います。ちゃんと映像が来てますね。はい、再生は、いやー来た、再生来た、来た。はい、とりあえずまず A 面 OK ですね。 A 面は映りましたと。 B 面の方ですね、ちょっとやってみます。今サイド B 聞いてんのかな。お、来た、サイド B も OK。 いや嬉しいわこの機械は。うわ300円がこれ直りましたね。通電しますが、すぐに電源落ちますということで、トレイのちょうど中心部ですね、磁石のなんかその接着剤みたいなのが溶けて、でそれがですね下の盤面の方の圧着するところにくっついてしまってたというのが今回の現象でした。本当は離れないといけないんですけど、離れず下に下がらないと、まあ、そんな現象がこちらの方で発生していました。万能グリスをこの鉄の部分を塗っておこうかなと。多分ね、この辺をグリスアップで多分良くなってくると思うんですけどね。この辺ですね、つけていきます。シリコングリスですね。エタノールですね。はい、まあ、一旦ちょっと前面パネルをはめてみましょうか。おお、再生ね。あ、下がった。いやー、これなんやろな。おお、このボタンからいったときが。トレーが沈まない原因になってる。で、手で押すとですね、結構沈むんですね、ちゃんと。うん。で、もう一回、今度はこのボタンからいきますね。ボタンからいくと、ダメ。
はい、大変失礼しました。ですね、私これの基本動作をちょっとわからなかったみたいです。これただの開閉ボタンなんで、開閉ボタンを押しただけでは閉まるだけなんですよ、こうやって。で再生ボタンを押すと、これ再生すると。必ずしもこう入って再生するわけじゃないみたいです、ね、逆に手で押すとですね、自動再生されるっていうことですね、きっと。でこうやって手で押すとですね、もう自動再生が始まると。ただ開閉ボタンの閉じるってやると、閉じるだけの動作をするんですよ。そのちょっと違いが私にはちょっと分かってなくて、あれなんで閉じたのに再生しないんだろうと勝手にちょっと思い込んでたというのが今回の原因、まあ、敗因でした、まあ、ということで、まあ、特に、まあ問題なく再生するなっていうところで、今回はお得に購入できたんじゃないかなと思います。これが再生なんですけど、ちなみに再生しますね。そうするとちゃんともうボタンだけでもディスクがちゃんと降りて再生されると、まあ、そんな感じになってますね。 A 面 B 面がどう切り替わるかですね。でこんな感じでスタートすると、で、次 B 面ですね。 B 面にしてみましょうか。おうおうおう、こんなこんな感じですね。で再生が始まると、でもう一回 A 面に切り替えます。おうおうおう、なんかなかなかスムーズな動きですよね。これ結構引っ張られてますね。うん、B 面いきます。この B 面が気持ちいいんですよね、これ。ウィーンっていうこのメカメカしいこの感じいいですね。本日はまあこんな感じでですね、330円の機械がですね、きっちり直ってくれたということで、本当に良かったかなと思います。まあこのデッキですね、非常に見た感じデザインもよくですね、私ちょっと使っていきたいなとは思うんですけど、ちょっと今 LD もたくさんありまして、ちょっとこれをいつ使えるかわからないんですけど、またいずれ使っていきたいなと思います。LD のストック機として、置いていこうかなと、置いとこうかなと思います。はい、本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ソニー